です。去年全国制覇の佐賀商業は1回2アウト3塁のチャンス、ここで4番田中が詰まりながらもラッキーなタイムリーで先制します。さらに2回盗塁などで再びランナー3塁のチャンスを迎えると、9番飯森がスクイズ、機動力を生かし2点目を奪います。一方佐賀商業のエース峰に3回までノーヒットの鳥栖工業は4回この試合初めてのチャンスに4番佐々木浩二のチーム初ヒットで2対11点差に詰め寄ります。しかし佐賀商業は6回に1点を加えると、7回2アウト3塁で山口がなんとホームスティール、多彩な攻撃を見せます。エース峰は強打を誇る鳥栖工業を3安打に抑えて快勝、連覇に向けていよいよ決勝です。9回に飛び出した劇的な満塁ホームラン、2年生エース峰の力投で佐賀商業が優勝を飾ってから早1年。全員で深紅の優勝旗を持っての甲子園出場を狙う佐賀商は1対0とリードして迎えた7回、エースの峰が自らホームランを放ち2対0、また一歩甲子園に近づきます。しかし直後の8回、龍谷のキャプテン宇野の一振りがホームランとなり2対1、これがゲームの流れを大きく変えます。この後ツーアウトから連続ツーベースで同点とした龍谷は、さらにこの江口のタイムリーで一気に逆転に成功、3対2とします。連続出場に意地を見せる佐賀商は最終回ランナー2人を出し粘るんですが、龍谷大崎の前に峰、松尾と連続三振に倒れてゲームセット。今年の佐賀代表は龍谷高校、佐賀商業の2年連続はなりませんでした。自分たちの分まで本当甲子園行って、できれば1勝2勝と、できればまた優勝して、深紅の大優勝旗を佐賀県に持ってきてほしいです。